がいるんですよね。今日もやっていくんですけど、今日はですね、ゼロから展開挟んだ32日目ということで今日もやっていきたいと思いましたんですけれどもね、まあ昨日はちょっと連敗に連敗をね、重ねてしまったんですけどね、今日はゼロ箱でいきたいと思います。ということでね、早速チャンネル登録者の確認していきましょう。昨日までのチャンネル登録者10万512人、そして、今日のチャンネル登録者、10万619人ということで、107人の皆さんありがとうございますと、はい、言ったところでね、かける50をしていって、5350円課金していきたいんですけど、昨日のね余り分でプラス、1430円をしていって、残りね、6780円ね課金していきたいんですけどね、まあ、今日はちょっと箱が引けないという、状況なので、まあ、このね、6780円、繰り越しでいきたいと思います。やっぱりね、12000円ずつね、エメラルド買って、よりね、こう、たくさん箱を引いていきたいんでね、もしよかったらね、チャンネル登録お願いしますといったところで、今日もやっていきましょう。でね、このデッキもね、もうそろそろ揃うかなっていうところなんですけどね。いやー、でもね、正直言って、俺がね、この企画を最初始めた時よりも、思ったよりちょっと、金額が進んでるっていうのも、やっぱ負けたら売る金、これがね、ちょっと多すぎるんだよね。昨日だけでも6箱開けてしまったんで、負けたらね、売る金のルールで6箱開けてしまったから、今日はゼロ。ゼロでいこう。よし、ということでいきます。よーし。今日しかも、今朝ね、10時半ぐらいなんですけど、今日もうね、起きてから2時間ぐらい経ってるんで、もうバキバキです。完全にバキバキ。なんでね、行きたいと思います。さあ。シュイシュイみたいな名前してますね。しかもね、もうすぐでこれ、タワーね、14。あ、14じゃない、13になるんですよ。いや、ヒーロー13から使えるようにならんかな。正直な、あの指南書を使いたいんだけど、どうなんだろう、マジで。無理なんかな、それは。さあ。なるほどね。ラッパか。ラッパむずいな、さすがに。いやー結構いかれんなー。いや、ベビドラ次つ、いや、痛い、パピーがいて。で、ディガーを使ったので、ここで相手はリクイニットが残ってるんですよ。俺は、後ろから入る方がうざいんだよ、相手からすると。こう攻めずに、血液でいこう。まあ、ワンチャンスパイラバーがあるが、そしたらね、マジャジャでぶち抜けばいいから、オッケー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 。よし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 。いいぞー。よいしょ。いけ。いやー、2発は痛いなー。オッケー。あと戦か。ディガー、ファイボザップ縦戦で、ドラドラドラってことは、ディガー以外に陸受けいないね、これ。ドラドラドラやばいな。ここでインドラ咲いてくんないかな。これ U の咲いたら、これ確定で入りますね、U の。よいしょ。さあ。いや、だるいですね。いやー、これ守れんなー。やばい、やべえ、終わった。あ、大丈夫か、これ。ワンチャンある。マジか。いや、これは勝つだな。これは勝つだ。うわ、もうマジで昨日から同じことばっか言ってるわ。あー、きつい。ガチか。1箱ね。1箱。OK。行きましょう。今から無敗。今から無敗で行きます。
いや、マジでやばい。ちょっとここに来て、やばいな。シーズン序盤にして、大連敗してる。ガチでやばい。集中！相手の手札、エリクサー、把握しましょう。さあ、マジやっちゃう。ウッドですね。クロスはやめろよ、マジで。オッケー。ん？ウッドエリポン？珍しすぎん？まあ、三重士のタルババがウッドバージョンとかだと思うんだけど、ゴレにウッドを入れないと思うんだよね。まあ、エリポンといえばゴレか三重士か、まあ、ワンチャンのスパーキーみたいなとこあるんだけど、アイゴレですね。まあ、さすがに三重士でしょう。はい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 。まあ、タルユキ。お、タルユキ？ん？タルユキ？え？ワンチャンクロスあるな、これ。あー。エリポンクロスガチでやばい。エリポンクロスガチでやばいです。うわ、あっちゃくにもいんのかよ、お前。でもあれさ、ファイブザップだったらさ、いや、ワンチャン飛べ、飛べよ。飛べ、オッケー、飛んだ飛んだ。あぶね。で、タルユキ、で、それって、あなたの感想ですよね。タルユキです。さあ行きましょう。逆サイ工場。オッケー、でかい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 。あ、でけえ！来た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 。しかもゴーストずっと実体化してる。さあいいよ。いけ、タン、タワー折って。いや、でかい！これクロスでしょ、絶対。クロス相手だから。いや、しかもね、もうアチャクイが昨日、下方修正されたのよ。だから、これはね、いける。普通に。よいしょ。あ、強すぎだろ。普通に。13でも。マジ？まあ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 。いや、でけえ、これ。絶対エリポン。これ、エリポンの、絶対これクロスなんですよ。マスケの枠が、アチャクになってるクロスでしょ。はい、来たー。お、DD、ライギジーンズ。来ましたよ、これ。よいしょ。タルユキか。いや、これはちょっと、相性、多分結構悪めだったけど。いや、よかったー。よし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 。いや、クロスだよな、多分。なんか昔ね、リポンババクロスあったんだよね。ああ、そうですね。あの、スケ系がないのか。じゃ、ユーの受けがドギチーって感じなんだね。アイゴリ以外の受けがないっていう感じでしたね。ババしか。よし。とりあえず6600に戻ろう。スタート地点。よいしょ。よし、ザップネームよさめ。よし、いいね。ギャングスキャミ切ったー。最悪。最悪です。これね、端っこに置くといいっていうのがあるんですよね。なんか、体格で打ち抜いてくれるっていう魔法があるんですよ。やべ。あ、早く戻ってってって。マジかよ。いや、これやばい。めっちゃ削られそう。うわ、もう最悪だ。スキヤミがいるもんな。これスキヤミ来た瞬間いっちゃおう。来ない。いやー、あるねー。それはやだな。ケツマジ？ケツマジする？いやー、ファイボーエレキザップだったなー、あそこ。いくよー。これはだって、オッケー。スケアミが来るかなー。ジャイ来る？来るねー。これは、ここに、ちゃんと、あ、ギャング来ないんだ、これ。おい、だるいって、それ。オッケー、でかい。ギャング？でかい、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 でかい。うわ。これで、ギャング？オッケー、でかいな。これ、ファイボー圏内入れられる。オッケー、オッケー。しかも、こっちに出すから、エレキが来るんじゃない？右に。オッケー。
いやこれでも右、あ、これ守れそうだな普通に。オッケーオッケーオッケー、でかいよ。でも相手ファイブ持ってるから、はい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 、いや、でけえ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 、よし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 、いけ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 、オッケー、じいじい来たー、よし、よし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 、オッケー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 、いやでかいぞこれはでかかった、オッケーですね。いやちゃんと陸受けとか考えてた気がする。これ巨大宝を開けちゃおう。さあ、いや結構いい、いやエレジー1枚か、騙された。いやエレジーもでも普通に強そうなんだよな今。トレーナーディプシー、さあこれはね、相手のクラインドネシアなんですけど、元プロはあのベンザーリーデルとかわかるかな、あそこら辺がね入ってるクランなんですよね。通称ベンジルですね。さすがに、ああ、カップだよね。10コース使ったからね、俺。いやー、マジできつい、これ。逆再探偵ホグとかされたらマジで飛んじゃうもん、これ。どうせ来い、マジでお願いだから、本当にお願いします。よいしょ。いやー、きちいなー。左か？見えなかった手で。間に合うかなこれ。おい、危ねえ。で、あの、マスケにファイブザップを打つっていう仕事があるんで、これは逆再誘導されるんだけど、言うてなんか、まあ、大砲かな？出しちゃおう。うわ、でかい。はいはいはい。あ、ちょ、マスケ強すぎじゃねえそれ。大丈夫？バランス取れてるかなこれ。おい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 、強すぎだろマスケが。おかしいって。マジか、受けないからやったのにな俺。今の。いや、食らっちゃったな。ただ、ホグ出してから2枚か。ケツピっとくから2倍入るし。あと2枚切らないと。だから、スケからのアイゴラホグがワンチャンある。逆再。これ買ったら大丈夫。ああ、来るね。おお。いや、でかい。でかいよ。来た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 。来てる来てる来てる。来てる来てる。ガチ？いや、でかいでかいでかい。でかいにきでかい、でかいにきでかい、これ。OK。いいよ。いや、マッチョの防衛、マッチョの防衛で。よしよし、来た！いや、待てよ。まだか。スケ来る。よし！いい！いい！来たー！よっしゃ！いや、これでいい。あの、2倍入る時の、ケツペッカめちゃくちゃ綺麗な勝ち方だったね、今回。いや、結構ね、ほら、あれ？あの、バッチ、グラタイバッチついて76ですね。やっぱそのくらいのレベルの人が来るんだよな、本当にもう。76ですからね。それをさ、このタワー2個下で戦ってるっていうのがやばいんだよね、もう本当に。1個下ならな、マジで参るんだけどね。だからもうちょっとでタワー上がるから、マジでね、13になったら世界変わると思うのよ、本当に。なんだけど、いや、まだバレルとか来てないだけマシなんかな。うわぁ、お前。あ、やべ、せっかく起動できる位置に出したのに。あー、やべー、痛いって、お前、どんだけタワーダメージ稼ぐんだよ、それ。やば。いや、ケツペだなぁ、これ。絶対ケツペ。
しよう。頼む、通ってくれ。ケツペだろこれは。はい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 、オッケー、でかい。ゴーストになる。はい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 、いや、バレル系あるなこれ。いや、ないと間に合うか普通に。いやー、これやばい。うわー、それやべえ。てか、真ん中エリキで受けるべきだったな、これ。やばいな。うわー、これさー、左、ナイトバレル来るかな、間に合うかな。いやー、ギリギリ。まあ、来たらファイブで抑えようって思ったんだけどね。いや、これ無理だな。いやー、ナイト間に合うやんけ、それ。いや、でもそれは打ち抜ける角度。でかいでかいでかい。いや、あ、当たってねー。うわ、今当たったら違ったな。どうしよう。はしまいペッカだな、これ。ガチで。最悪だわ、これ。じゃあ。うわー、それは最悪。あー、マジかよー、ちょっと待って。あー、だりー。あー、マジでだるいってもう。最悪だわ。あー。ガチか、ちょ、俺真ん中ないと来ると思っちゃったなー、これ。このタイミングでバレル飛ばす意味ねえし、と思って。うわ、もったいない、マジか。ゴースト、うわ、もったいちょ、水も。あー、てか、言った瞬間バレル来たなー。いや、レベルとか14だよなー。お前、14バレルやめろって、マジで。やばい、14バレルがやばいよ、ガチで。あいつ本当に許せん。いや、破産しちまうわ、ガチで。これやべえな。だってさ、30日で、だいたい40万ぐらいでしょって感じで考えると、60日で、震えちまいますね、さすがに。いやー、どぎちいな、ほんと。飛べよ。いや、まあこれファイスピ一発で許してほしいわ。メガゴから行くんか、これは。なるほど。ここはね、ケツペッカしてもいいんだけど、メガゴエルキがいないとな。あー、なるほど。それはなんか、美味しい気がすんね。バルキリーだもんな。落ち戦ですよね。これでかい。これ相手エリクサーなくない？まあ、あったとしてもバルキリーが間に合うぐらいだから。はい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 。このラバーは守れる。うわー、でもこのエレキ微妙だな。低め出して、エレキコースの方作るのが良かった。達戦しかないからな、相手。これしかも入りそうなんだよな。いや、オーブンだるいしな、これ。で、まあ、縦線が来ると、これは。おー、なるほど。
ファンから倒してくれ。よし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 。はいはいはい。これ、右足前ペッカ刺さるね。で、バルキリーからの縦線だと思うんだよな。からの縦線が来るから、ここで、エレキの、いやー、入んねえか。オッケーオッケーオッケー。いや、一旦ラバーのターンを減らせたのはでかい。はい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 。よし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 、いいぞ。そこでオーブン咲かしたのもでかい。おっと、これはでかいぞ。出しまくれ出しまくれ。でかい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 。ガチででかい。これこっちだな。工場でこっちに止めてあげて、オッケーオッケー。これで縦線が来る。オッケー。でこの次にインドラが来るんで、あーメガゴか。あ、これバルキリー来るかな、足前。あ、来るね。でもこれ陸系空いてないな。オーブンぐらいしかないかな。オッケーオッケー。で左攻めたいな。あ、これ入るな。右工場どっちか入る。まあ、右に縦線だな。ってことは、こっちにメガゴは来る。オッケー。ここ背後で飛ばしてあげて。オッケー。来た。いけ！よっしゃー！うまかっただろー！よし！よし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 。これはでかい。これはうまかった。これはうまかったでしょ。よし！よっしゃ、でかいぞー。陸受け把握したわ、完全に。いや、ちょっと待って、俺。顔から血が出てる気がする。出てなかった。いや、でかい。よし。よし、行くぞ。よし、行こう。いや、今のはでかかったでしょ。マジで。よし。あ、まだ2敗ですからね。まだ2敗は0と同じようなもんだから。お、タワー13だ。熱い、それは。勝ち確ですね、これ。はい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 、オッケー。いやー、ケツペッカしたいけど、うわ、これバルーンだな。うーん、めんどくせえ。どうしよう、これ。いやー、うん、運命しろ、お前ら。まあ、じゃあちょ、囲め。いや、囲めよ、ちゃんと。まあ、雪玉か。いや、スケワンあるな、これ。あ、回んねえわ。これで、アイゴレを裂いたから、まあ、端前ペッカしてもいいけど、刺さらなそうですね。まあ、これはシンプルに工場でいいかな。はい。まあまあまあ、いいでしょ、いいでしょ。ケツマジアチャーしていいね。さあ、ゴーストしていく。マスケは5を打ってから、延命する瞬間にザップ落ちたいんだよね。これさ、残んないんだっけ？あ、残りそうだな、これ。オッケー。あ、いい。いいね、いいね。うわー、どっちに来るかわかんねえ、これ。こっちだな、こっちに合わせて、左にバルーン来たら5を打つしかないな。よし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 。おー、なるほど。これは迫撃なんだ。迫撃バルーンは珍しいな、さすがに。はいはいはい、タルババがある。咲いたもんな。
いやーガチかー。うわーもうこれだけでマジで不利になるもん。アイゴレタレかな。アイゴレはでも咲いてる。あでかいこれ、いやでかいぞ、入ってるぞ。よし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 、いや逆だったなマジアチャ。よいしょ、これだけしてこっちに樽を、いやでかい、これはでかい。よし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 、マスケかな。ああなるほど。うわーやばい、これ裏来るか。あぶねえ、来た来た来た、行け。お、なんでなんでなんで、いや待って、あちゃん入った、来た来た来た、行け、おっしゃ来た。おー危ねえよ、なんでだよマジで、びっくりしたわ本当に、危ねえ。よし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 、オッケーですオッケーです。いやーゴーストてかちゃんとこう防衛に徹しなかったのが良かったね。ちゃんとなんか、きついながらも、攻めながら、守れたのが良かったわ。いや、マジで、もう、本当にね、ガン攻めされたら一発で KO だからね。エレキマジアッチャ5を使っても一発入るみたいなことあるから。よかったよー。マジで、危なかった。おい、ヒェーじゃねえんだよ。どうしようかなー。インドラー。インドラー？何インドラって。うわー起動されそうな顔してる。うわーこれジェイスキャラじゃん普通に。まあそうですよね。うわーこれ5来るやつだ。痛いな痛いなこれな。いや痛えよバカ野郎お前。これはでも刺さるぞこの形。いやファイブ防衛かな。まあネクロですねこれは。いいよ体当たり受け。ネクロの体当たり受けきた。いや確かにでもザップ使っちゃうとダメなのか。これでネクロの体当たり受けしてくれたんだから、ザップ使わないで自陣でしばいて次の工場にザップを添えた方が良かったかな。ケツマジして、おジェイスケラは来ないと。うーんどうしようかな。いやむずっ、うん、何それどういうこと。おーもううるさいな。どういうことだ今のは。手札回しかでも。の方がうざいだろう。うえー、マジか、おいしい。あれあるぞこれは。
クッカーに入ってない。よいしょ、はいはいはい、ありがとうございます。グッドゲーム。はい、いや、いいですね。よし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 、オッケー、来た。6601ですよ、皆さん。上がってきました。ありがとうございます。いや、今日は結構いいんじゃない、プレイが。ちゃんと受けを把握できたよね、工場の。よし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 。いいです。今いいです。調子が非常に戻ってます、完全に。いや、もうガチャの最初の2ガチャなしにしちゃってもいいぐらい。なしにしちゃっても誰も文句言わないぐらい、今仕上がってます。こっそりなしにしても誰も気づかないぐらい仕上がってる、今。マリオ。さあ、いやー、それはだるいよー。いやー、だるすぎる、マジで。お前それずるいやんって。しかも、いやー、ガチ。わお、ファイブを使ったからな。貴様はぶち抜き野郎だぞ、普通に。え？ゴーストが来る？これやばいっすね、これ。ここに、これ工場ボーイじゃないと、次、橋前工場来た時に、やばくなっちゃうな。あ、だるい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 、お前。いやー。そうですね。いや、バランスのいい防衛。バランスのいい防衛だが、きつ。きつすぎだろ、マジで。いや、入るだろ、これ一発。おい！ガチかよ。いや、ガチでやばい。よし、行くぞ。これで、ペカエレ効くんで、逆再工場ゴーストというので、ぶち押す。いや、お前、備えるなよ。じゃあいいや。いや、うまいかよ、お前。え、てか、うまくない？なにそれ。まずい。いや、これゴースト工場いうのさっきみたいにやってくんだろ、これ絶対。守るぞ、俺は絶対。守る、これで。痛すぎ痛すぎ痛すぎ。いやー、まあすりつぶされてますね。相手がうめえのよ、これマジで、間違いなく。いやー、どうしようかな。まあ工場、逆再工場言うの来るかな。うん、そうだね。今までの傾向からすると来るが、これはでかい。いやー、耐えてる耐えてる耐えてるよ。でかいんじゃないこれ。
たき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 た、我来たぜ。これが耐えです。耐え根性バモスです。バモスの力ありがとうございます。いや来たー、これだって結構うまかったよ相手今。はい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 、5年プレイヤーね。オッケーオッケー、いやーよかったね。いや工場ゴーストユーのめっちゃ徹底してきたわ。分かってる戦い方だったね相手。いやー危なかったけど、オッケー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 。はい、ということでね、まあガチャ2回か引くか。はい、ということでね、そうですね、500エメラルド、余りがあるので、まあ変わんないですねそんなに。うん、まあエメラルドの山これ買って2回ガチャ引いて、まあ9500エメが余りっていう感じですね。クリエイターコード来期でよろしくお願いしますってことでいきます。はい、来ました、オッケー。さあ行きますよ、マジで頼む。よし行きます。さあ今日は2回ですね。いやー、あんまり負けなかったね。今日は。さあ、いいよ。さあ、2回、こっちだな。やーめー。ヒースピー。いやー、当たりがないけど、タルババで金稼ごう。頼むぜ。頼む、頼む。2万ゴールド欲しい、2万ゴールド。とにかくゴールドが欲しい。よし、来た！これはでかい。トリトン。集めた甲斐がありました。さあ、行きましょう。いや、ワイルドカードマジ使い損ねたな。本当に溜まっちゃってもったいない。マジでもったいない、これ。ウルトラレアが溜まりすぎてしょうがない。いやー。いやー、LSP でかい。こ、いやー、レアが一番欲しいレアが集まらん。いやー、どうしよう。まあ、オーブンでいっか。いやー、これはライトニングだ。使う、使う、使う、使う。ライトニングは使うぞ。頼む。うわー。ああ、なるほど。どうしましょうか、これは。まあ、ラム。なんとなくラムです。よし、行きましょう。そして、このロイヤグ、レベルアップさせます。行きます。よし、オッケー。さあ、来ました。経験値見てよ。これ。ね、あと4000ですから、こいつらをレベルアップさせれば完走です。楽しみですね。うん。はい、ということでね、ちょっとグラチャレも回っていかなきゃいけないね。ちゃんとグラチャレも回っていかなきゃいけないっていうところでね、今日はここで終わりたいと思います。ということで、ごめん、喉が。ってことで、今日はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画で会いましょう。バイバイ。